茶馬くんちチャンネル。ウイニングイレブン日本初のプロプレイヤー茶馬でございます。クルトワちゃんをゲットしたので育成していきたいと思います。まずはこちら、ずっと使ってたクルトワちゃん見てください。850試合で 5.68 ゴール数3アシスト3と、まあまあいい活躍でしょう。チームの中のキーパーでは評価点はず抜けて高いです。この人をトレコにしましょう。能力見てみると、まあ GK センサー98でキャッチング97クリアリング98と、カンストクルトワにまあ負けるでしょうと。ああ行きましょう。たくさんの思い出が詰まっているクルトワちゃん、絶対に爆発してくれるでしょうということで、行ってくれクルトワ、マジで頼む。そして新クルトワをボンバして、はい、まあ、19一発で一発で行こうよね。クルトワちゃん頼むぞ、レベマですしね。爆発爆発爆発、うわ微妙。あでもぐん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 能力が上がってるね。え、なんならもうレベル、もうレベル10で超えちゃってるよ。レベル10で超えちゃってる。まあでもほぼほぼ完走に近い、そういう爆発を見せてくれました、ありがとう。これでどう、いかない、まだいかない。あでももういいやん、もうええやん、99いってるしまあ一応レベマにしましょう。はい、ということでレベマンになりました。最後はジャンプとボディコンとアグレッシブエースが上がってこんな感じになりました。強そう。なんかディフェンスセンスが下がってるのがどうなのみたいな意見ありますけど、僕はあんま関係ないと思うんで使っていきたいと思います。862の人が来たよー。ということで007さん、こんくらいの動画の長さがちょうどいいということで、短い動画を連発するウィークにしたいと思います。そしたらどうなるか、ボンバーでございましょうということで、はい、こっちでね行きましょう。はい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 、ちょっと待ってね、ちょっと褒め作りますからね。秘密の褒め作り、あんたたち恥ずかしい見ないでよと。はい、クルトワちゃん調子まあまあですね、良さそうと。で後半マレンガボンバー、なんだかんだねこのロメロディフェンシブスタミナが足りなくなったんでディフェンシブで使ってます。お前ロメロにはディフェンシブ使んで言ってたのはどこのドイツや。すいませんでした。はい、3カゼミロを足そう、ラインナップに来てほしかった。カゼミロ好きなんだ。あそう、ってか強いもんね。上野亮さん、ベンちゃん、クルちゃん、バラン、え髪引きすぎだろ、ベンちゃんは強いですか。さあ俺のクルトワちゃんも輝いてくれ。さあ行きましょう、ケインちゃん、バティちゃん、ボンバーボンバー。クルトワちゃんがねどうなのか、そこをね見せていってほしいけど。ああ髪によし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 、で相手もクルトワちゃんだよ、相手もクルトワちゃん。我がマンチェスターユナイテッドがチェルシーにボンバーできなかったから、あうますぎ、あぶねー。で今のクルトワちゃんどうだった、今のクルトワちゃんは、ここーバディアバーチャーちゃん誰だ。あーナイスバラン神、えバールよかったって一瞬思ったの、はいよかった、バランなんで取らなくてよかったって。ファールかい、シュート打たしてみたいけどなかなかね、なんかなかなかそんな打たれるような場面もなさそう。ナイス。この辺やっぱね、カウンターターゲットを外したことによってこの辺からね足を出してくれるようになりました。誰ロメロ、お前はいい、お前はもうどんどんファール取られていけ、退場さえしなければいい、もうフィジカル、強いフィジカルでどんどんぶつかっていって、オッケー。なんでバーン、なんでバーン、やばいこれやばいこれやばい、中盤全部剥がれてる、やばいやばいやばい。おナイスクルト、早くねなんか、おお視野が広い、おお視野が広い、度胸もある。おおしっかりね、急にボールが来ても対応してくれます。ケインちゃん、おお決めろや。え相手のクルトワも感じそう、もしかして。え今の止めんの鬼だよ結構。おい危ない、今でもクルトワのコーチングでしょうね、素晴らしい、カンストクルトワ。とりあえず 1-0 ってことで、相手のさクルトワをカンストしてるかどうか見てみようよ。違うやつ、知らない、弱いクルトワだ、ブー。あちょっと待って、おおえ噛みしすぎでしょ今の、えクルトやばくないマジ。正直もう何もやることないからキーパー出しただけだよ、取れなかった最強バランのところやっぱクキュン思ってたらクルトワがやってくれた、クルトワさえいればバランなんていらんのや、うるさい携帯のくせに。
ケインちゃん、あ、いや神じゃない、相手のクルターも強え、相手のクルターも強えな、おい感想なんて言わないのか、来たライカルト、これいやなんでやねん、スタミナはまだ疲れてない、無尽蔵のスタミナ、心臓4つのクルトは、どれお前は、やばい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 、危ねえ、危ないってクルトちゃん、おー危ない、クルトちゃんだ、来たよ、あいやつね、相手のクルトはもつえ、なんだこいつら、よっしゃー、結論どっちのクルトはも強かったということで、なんだこの試合、他にも動画出してるんで見てね、さようなら、パー、ウイーレ大好き。